そういうのを戦略的投票って言うんですけど、つまりそれを自分の一番いい候補者ではなくって事前の候補者に移す。それはなぜかっていうと、自分はいくら市議ともいいと思っても自分が投票した票が市議票になる、市票になると分かってるわけですね。指標になってしまえば、そのと自分が投票することには全く効用を見出せないわけですので、そこに効率性が働いて、だから C さん、あ、この X さんという人は C といずれ見捨てるようになる、こういう議論になるわけです。でこれはあの有権者側の議論ですが、あの政治家側もこういう有権者の合理性を見越してですね、あ、なるほど、有権者ってのはそうやって見捨てちゃうのかと思って、 C 党にいた政治家が A 党とか B 党にくら替えをしていって、でそれで二大政党制に修練していくと、こういう議論にやっているわけです。まあ、これがあのディベートの法則の、まあ、非常に単純なバージョンですけれども、これが日本で当てはまるかというと、まあ、かなり、まあ、程度は当てはまっているけれども、まあ、必ずしも全部当てはまってないというのが、私の、現状という認識であります。まあ、二大政党制になりつつあるから、やっぱり小選挙区制を入れたということについては、その部分はちゃんとこう、ディベートの法則が機能するんじゃないかというふうに考えることができますが、ご存じの通り、その自分の法則、日本でその制度改革を入れられた制度というのは、小選挙区、比例代表、並立制でありまして、比例代表の部分を残している、そういう部分があります。それから今日、非常にこれは強調したいことなんですけれども、何度もこれ、いろんなところで強調してるんですが、日本の選挙制度改革というのは、これ、衆議院選挙のみしか行われませんでした。参議院選挙の制度改革を同時に行うとか、地方選挙の、地方議会、市区町村ですね、県議会も含めて、これの選挙制度改革と同時に行うということは全く考えておられません、いませんでした。まあ、それを一緒にやろうということは考えてない。しかし有権者にしてみればですね、その投票するときに、そのどういうような自分がその政党に投票するのかというときにですね、あるときは、まあ、2人とか3人 の, その候補者のチョイスの中から投票する、あるときは5人の中、5人から6人の中から投票する、あるときは10人とか20人の中から投票するというのでは、いつまでたってもその自分 の, その政党に対するその愛着感、アイデンティティというのは生まれてこないということになるわけで、これはその衆議院だけを取り上げて選挙制度改革をするということの限界がここにあるのではないかというふうに考えています。これは制度という、先ほど我々がやっているその制度研究の中で非常に重要なことなんですが、制度というのはいろんな制度とこの複雑に絡み合ってですね、存在するものでありまして、一つの制度だけを取り上げて、その効果を過大評価することもできないし、過小評価することもできないということではないかと思います。それからもう一つだけちょっと学問的なことを申し上げますが、ジュベルジの法則というのは、実はこれは小選挙区制を入れると二大政党制になるという議論ではなくてですね、小選挙区制を入れると二大候補者制になるというふうに考えなければいけないと思うんですね。なぜかというと、まあ、例えばカナダとかインドとか大きな国を想像していただくと分かると思うんですが、そのカナダとかインドとかその国のいろんなところでですね、存在する地方に存在するその政策の対立軸が一様でないとすると、例えばあるところでは A 党と B 党に修練する。しかしずっと例えば北海道で A 党と B 党、北海道1区で A 党と B 党、北海道2区で A 党と B 党となっているんですが、沖縄では C 党と D 党にその修練していくようなこと、まあ、2大候補者にその修練することは間違いないんだけども、それが全部同じであるということは、これは日本全国ですね、パスで来た時に金太郎の式にどうも同じような政策対立があるということがないと言えない。でもカナダとかインドとかだと、例えばその地域に特別 の, その言語だとか民族意識がありまして、その対立構造が違うから、その足し合わせるとその第3と第4とか残るというようなことがあるわけです。でこれがなんでそれじゃあそれにもかかわらず、その二大候補制にはでもあるにもかかわらず、その議会内において二大政党制になるかって、これ議会内でその二大政党に修練するようなメカニズムがあるからなんです。でそれは何かというと、今でもなくその議会 の, 意思決定の原則が多数決だからなんですね。多数派を作らなければいけないということなんですけども、一つだけもうちょっとあまり時間がないので、もう一つだけちょっと言いたいことがあるんですが、この議会内の制度についてもあまりその研究が進んでなくて、ここを変えなきゃいけないというようなことはなかなかその日本では言われません。何かっていうと、首相をですね、日本では首相を議会の中の投票で選ぶ、首班指名っていう制度は憲法で決められて67条の第1項だと思いますが、決められております。でこれはどういう効果を持つかというとですね、あこれはちなみに議会制を採用している国で、その首班指名でもう一回その、首相を選ぶという国はなかなかありません。イギリスとかカナダとか、その議会制の本来の国 では一回選挙が行われると、その時 その政党のリーダーが自然とその首相に選ばれて、もう一回その議会内で投票するということはないわけです。ところが日本ではそういうことがあるかと、いろいろ考え
面白い議論なんですけども、それがあるからどういうことが起こるかっていうと、あ、そうかと、どうせもう一回その投票するあのチャンスがあるんだったら、その選挙の時には小政党として立候補しておいて、後で例えば民主党の菅さんに、あ、菅さんじゃなくて、ごめんなさい、小沢さんに、野党が凝集して入れればいいんだと、それでいいんだと。でも選挙の時は小さな党、あの野党として、あの 中小の野党として存続することができるんだというふうになっております。議会内の首相決定 の, メカニあの制度がですね、その選挙時における政党の、分散といいますか、あ、ばらつきにも、影響を与えているのは現在の状況ではないかというふうに思います。こう考えますと、あの制度研究を進めていって、その制度の成り立ちとか、それからその特徴とかを考えることで、まあ、今の政治の現状というものがいろいろとこう見えてくるようになるのではないかというふうに思います。あといろいろ、あとここにも言ったことがあるんですが、最初の問題提起としましてはそのぐらいにしたいと思います。ありがとうございました。